コスモツアー2019 in 日本武道館夢みなる卒業公演新たなる大野人武道館ブランドスの皆さんこんばんはこんばんはどうも今日も主役です。すごいじゃん、もう今日はもう会場全体が寝回しみたいな感じの。そうだよねーいやいやいや、気分がいい。めっちゃ気合い入ってるね。まあでも、あれですよ、もう今自己紹介やろうと思ったんですけども、はい、自己紹介納めになるのでは。そうだね、そう、アイドルとしては最後の自己紹介を頑張ります。はい、じゃあまずは皆さんからお願いします。ネムキュンと一緒にお届けしたいなと、そしてネムキュンにもお届けしたいなと思って気合をめちゃくちゃ入れてきました。最後までかかってくれ。よろしくお願いします。はーい、日本武道館のときめきはエイトさんにお任せ。みんなで一緒にというわけで、私も今日は 150% の気持ちでネムキュンをお祝いしに来たので負けませんよ。はい、上上下下 ABAB 二輪のハートに歌って踊れるゲームアイドル、みりんちゃんこと古川みりんです。いやーもう今日はなんかまた大事な日になるだろうし、そして多分もうこの光景からわかると思う、今日はきっととっても素敵な日になると思います。皆さん今日も最後まで楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。はい、茨城県出身、川沿いに出てもいいよね。ありがとうございます。歌って描けるアイドル目指します。メモンとトーメの隣です。ありがとうございます。今日
で、ネムさんと一緒にステージに立てるのは最後ということで、いつもより多くネムさんを見ていきたい。ダメダメ前も見たいね。Thank you.
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 テンに入って10年か。電波組に入って9年調子でも電波組のオーディションもここで撮ったりしたな。休止したり、歌ったり踊ったり。このステージが武道館に何回も立てるようになるの。あ、武道館のこと忘れてた。やばいやばい。武道館遠いよ。
特に電波圏外するから
踊れって言われた曲だよね。いやまさかアイドルやってマイクを置くことになると思わなかったよ。ねえ、別にダンスチームでもないですね。またまたチームですよ、どっちかっていうと。あのね、それで、まあね、アトベが歌ってた、はいはい、歌パートをねもちゃんにお願いして、おで、ダンスチームにピンキーとペロリをスタートしました。ピンキーがこの曲大好きなんだよね。デビュー曲なんで思い入れがありますね。あいい構造でしたね。ファーストキスも、ね、ミルモアジ、ミルキーはマーマージ、フル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 、お前のキスは俺のもの。あ、見て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 。何でもいいんだ。はい。いや、ちょっとなんか、そうでもね、卒業だから、もう絶対歌わないし。そうだね。そうね。やらないじゃん、もう。だから絶対ここのステージでやりたかったんです。ありがとう。よかったよかった。これでもう未来はないね。ちょっといろいろあるよ。あるよ。でも私たちもそのもう歴史あるイニシエのメドレーが作った人来てるから、イニシエってあんまり言わない。歴史ある本当に素晴らしい曲が歌えて嬉しいです。ありがとうございます。やったにしたためたので、ちょうどそれ。ありがとう。やっぱりアイドルの卒業のライブといえば、はい、一人一人にメッセージとか、もしネムさんがよろしければいただきたいなと思うんですけど。どんなこと気づきあるの？しない。長い。そういうの。いやでもなんか結構定番というか、なんかそういうのやっぱあるんじゃない？結構ダンスやってたね。みんなでね、言うことはあるんだけど、うん、ここで言うちょっと長々としてそれより曲を多くやりたいからパンフレットに書いときました。ネムちゃんここ行ってもサシだけだと知ってるからさ、結構ちゃんとメッセージが嬉しい感じだよ。それぞれにメッセージ書いたから自分で読んで。え、何て書いてるよ。めっちゃいいから。ちめちめちゃって書いてる。めっちゃ嬉しいよね。みんなから私にも書いてくれたでしょ。そうなの。そうそう、呼ばれちゃう呼ばれちゃう。みんなゲットした人はぜひお家でゆっくり帰ってから読んだり、はい、どうしても手に入った方々お友達見つけてちょっと読ませてもらってくださいね。だから言いたいことは実は私も後で手紙を書いたから書けるんですか。もうねみんなの前ではねやらない、そういうね感動のやつは。それぐらい嬉しいけど、まあそうね、後で SNS とかにアップしない。涙ちょうだいわ。ありがとう。もう個人の所有物としてよ。というわけでちょっとみんな期待してくれてたかもしれないけど、すいません、うちうちでやらせていただきました。すいません。よろしくお願いします。恥ずかしいじゃんそういうの。恥ずかしい。そんな恥ずかしがり屋のネムさん。なんだよ。今本当にいろいろ教えてくれてありがとうございます。いやいや。お力になれたら嬉しいです。はい、まあ、この後もねそのマネムさんのここの気持ちはパンフレットで知るということで、はい、はいはい、お願いいたします。ありがとうございます。それでは以上、教えて先輩のコーナーでした。いや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 、なんかいいメドレーだったけどさ、ねうん、ちょっとなんか見た、あ、あ、イニシエの皆さんじゃない。ちょっと待って、おいおいおい、なんか年で分けましたみたいな。そうね。何をする？何する？アイスキャンディ。やりましたね。やったわ。さっきのさ、はい、映像？うん。やばくない？あれ？どういうこと？私なんか昔の映像いっぱい入れますねと言われたけど、うん、あんな髪長いオーディション動画入れられると思わなくて。あれ？ちょっと。ちょっと。あとなんかねすごくいい。一緒に初めて撮ったニコニコ動画踊ってみた作品とかも、ね、入ってたりして。いやいやいや、あれこの流れで言いました。いや、だ
あとみーちゃんとこね、拳を交わした後あれでしょ。あとコメントも面白かったね。顔が丸い。顔も今も古典芸能ですね。ちょっと和んでしまいましたけど、はい、卒業はね寂しいけども、でもこのねこのパーティーはパーティーでお祭りなんで、まだまだ一緒に皆さん盛り上がっていきましょう。それでは次の曲聴いてください。テンパーリーガード。Thank you.
Thank you.
ね。